はい、マッシブ第4弾になります。今回はですね、シンセサイザーの醍醐味になるこのエンベロープでそれぞれのつまみをコントロールするっていう概念をご紹介していきます。まずですね、この1から4この形のエンベロープの解説に行きます。で、マッシブを見ていただくと必ずここに4番って書いたものが刺さってるんですね。これは何かっていうと、アンプって言ってこうボリュームをコントロールするものなんですね。今これアンプ消しちゃうともう何もなりません。という意味でこれもボリューム、ラストのボリュームコントロールになります。で、これに対して4番がかかってるってことは、このエンベロープの4番、ここですね、これがボリュームの波だよってことを言ってるんですね。で、アタック、ディケイ、サスティン、リリースという概念になっていて、アタックは音を弾いた時にですね、で、どのぐらいの時間をかけてですね、最大音量に達するかってことなので、よくパッドとかですね、ふわーって入ってくるような音を作りたいときは、これをちょっと高めにしておくと。ボイシングで物を切っときましょうか。もうちょっと上げましょう。こういうこともできるんですね。これはボリュームが4番でコントロールされてるからできることで。で、今、ベースサウンドっていうことなので、アタックはすぐ、もう弾いた瞬間に出るようにしておきましょうか。そして、先にリリースいきましょう。リリースはですね、鍵盤を離した時に音がどのぐらい残るのかっていうことになりますから、上げれば上げるほど鍵盤を押す。離した時にですね、少しこう残響があったような感じ。これがリリースになりますね。残ってますよね。これ0だと、こんな感じ。で、余韻を演出できるというものですね。で、ディケイ。ディケイに関しては、こうアタックでバーンとここまで来ました。その後に鍵盤をしてる間どのぐらい音量が減衰するのか、押してる間は止まんないわけですね。今はこの音量で維持されてるからなんですけども、例えばここをマックスにすると、そうすれば音が入ってきた時から鍵盤を離すまで常に最大音量が鳴り続けますんで、こういうことになります。これは結構ベースサウンドとかこう太いものを作りたい時はなかなかいいんじゃないかなと。一回これで聞いてみましょうか。こんな感じになりますね。だけどこれが例えば短かったりとかちっちゃかったりすると、こう音の質感が全然変わりますよね。ここでそれがコントロールするよっていうのがディケイですね。で、今ボリュームを中心にお話ししたんですけども、この波っていうのまだ余ってます。 1,2,3 番余ってますね。これをですね、好きなところにかけれるよっていうのがこの面白いところなんですね。例えばピッチにかけようと、音程にかけたいわけなんて、この1番の波を、この十字キーをドラッグするとですね、1番の波がピッチをコントロールすることができると。で、今000なので結局押しても変わんないわけですね。で、これを上下ドラッグで変えてあげることができて、例えばこれ39にしましょう。こんなサウンドになります。今っていうのは一瞬で音がバーンと39半を上に行って時間をかけて落ちてくるから今みたいなサウンド。もっとゆっくり音程を上昇したいときはやっぱりアタックを上げてあげるんですね。モジュレーションを外しておきましょうか。まさにこのエンベロープそのままの形になっているということですね。で、あとは、まあ、こんなに上げたくなかったらこれを最大値、ここがこれ山の頂上になりますので、この最大値を8ぐらいにしておくと、まあ、徐々に上がっていったりっていうこともできますね。いろいろ触ってみてほしいなと。これがエンベロープですね。で、LFO の説明いきましょうか。LFO はこのエンベロープと違って一定の波をもう繰り返し行うんですね。なのでこの波の通りにかけたものが変化します。せっかくなので音程やってみましょうか。音程にかけます。これは非常に分かりやすいかなと思いますよ。で、まあどのぐらいこう上下するのか、振り幅をドラッグで決めてあげる。上げるほど振り幅が大きくなるので、こんな形になると。
ゆっくりした音程変化が欲しかったら、この数字をやっぱさっきと一緒ですね、避けていくと、こんな感じになります。で、LFO の特徴として何があるかっていうと、マイナスの値があるんですね。こっちのエンベロープっていうのは、0から始まって上がっていってるので、マイナスはないんですね。けどこっちは、マイナスっていう概念があるので、押した鍵盤から下にも行くんですね。これがポイントになっています。で、この繰り返しの周期を決めるのがレート。上げていけば上げていくほどその周期が速くなると。ちょっとやってみましょう。こんな感じでコントロールができます。シンクってやつを押しておくと、現在のテンポ、今キューベースは120のテンポですが、この120のテンポで、これ120のテンポの16分の波が繰り返されている。8分にすると、こんな感じ、4分にするとこれでコントロールができるわけなんですね。ちょっとじゃあこれで面白い音作ってみましょうか。はい。そしてローパスフィルター、これフィルターやりましたよね前回。でこれをですね、例えば1番のエンベロープでコントロールしてあげようと。じゃあ1番をカットオフにかける、こういう状態になります。ただしさっきのピッチと同様に、この山の頂点を決めてくれっていうわけなんで、これをドラッグして頂点を決めてあげると。で頂点を決めるのいいんですけども、上にやればいいんですけど、下にやるとですね、逆にもいけるんですね。なのでこの波がそのまま反転する形のイメージで考えてください。カットオフが徐々にこうこのような動きをしていくと。でちょっとこれ見ると、青のこのお尻の部分がこのエンベロープの山の頂点って考えます。なので押してる間、これが動くことになりますね。一回聞いてみましょう。はい。今アタックがかなり長いので、時間をかけてこう入ってきたんですけども、これを早くしてあげると、こんな感じの音が作れたり。これはもう、今実際動いてないですけども、動きとしてはこういってるんですね。落ちちゃうんですね。これ落としたくなかったらやっぱディケイを使う。上がったまま維持されるよと。でもうちょっとゆっくりが好みかなと。いいですね。これだけだとちょっと面白くないんで、リバーブ入れちゃいましょう。いいですね。奥行き感が出てきたと。そしてじゃあ LFO の出番ですね。LFO を何にかけるかっていうと、音量にかけてみましょうか。音量にかける。で、これは、じゃあ16部でシンクさせましょう。こういう風になります。今この波がこう、ですね。上がって下がって、下がった時は無音になりますからね。ここで実は波形も変えられるので、この波形にすると見た通り、なってならないの繰り返しなんで、切り替わったような感じのサウンドが得られたりとかしますね。最初はこの無音からスタートさせたくない、カットオフもう少し上から始めたいとか。で、こういうこともできちゃいますね。このノイズについてご説明しましょう。で、シンセには、まあ、ノイズっていうのはほとんどの機種に搭載されていて、その名の通り聞けばですね、このアンプを上げる。このノイズなんですね。このカラーっていうのを上げていくと、こういう風に調整できると。今フィルター入っちゃったんで一回取りましょう。こうやると分かりやすいですかね。こういう効果音みたいなのも作れちゃうんです。ノイズですね。これをですね、じゃあ2番まだ何も使ってない新しい波形を入れてあげる。今どういうサウンドを作りたいかっていうと、こうやっていってこういうのを作りたいと。これを作るには動く範囲をまず決める。まあ一番上からバーッと下がっていく感じにしましょう。あとはどのぐらいの速さでこれが動いていくのっていうのでアタックを決める。ですね。こんぐらいいい感じですね。で、だけど一回上がってディケイの分ちょっとこうつまみがいって戻っちゃう形なので、これは戻らずしたいっていう時はこのレベルをマックス。これで効果音とかも作れそうですね。
でまだまだこう説明したいこといっぱいあるんですけども、もういろんなコントロールをこれらのつまみでできるんだなっていうのをしっかり覚えておいてください。でかけるときはただドラッグするだけ、外すときはこれ説明してなかったですね、右クリックでオフにしてあげるっていうので、好きなサウンドをちょっと研究してみてほしいです。慣れてくるともうガン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 作れるようになりますんで、はい。じゃあ今回はですね、こんな感じで、エンベロープ LFO の説明終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。